今回は会話力を上げる一つの意識ということで話していきたいと思います。で、会話力を上げるのは、よく会話上手は聞き上手だって言われるように、聞く力っていうものを持っていると、会話っていうものはスムーズに盛り上がっていくようになるんですけども、なぜ聞くのが大切なのかっていうロジックが分かっていないと、なかなか話を聞こうとしても、でも相手が話してくれないしさとか、どういうふうに聞けばいいか分かんないしさとか、自分だって話したいしさとかっていろいろ考えてしまったりすると思うので、なぜ聞くのが大切なのかっていうことと、そして会話力を身につける、会話を盛り上げるような聞き方、どういったものなのかっていうことを解説していこうと思います。で、このチャンネルではそういったコミュニケーションの方法であったりだとか、前向きに生きるための考え方を話しているチャンネルになるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。まず、会話っていうものは、バスケのドリブルに非常に似ているんですよ。会話っていうのは、バスケのドリブルに非常に似ているんですね。というのも、バスケのドリブルって、まあ、ボール下にバウンドさせてみたらわかるんですけど、ボールを下にバーンってバウンドさせたときに、強くバウンドさせれば強く返ってくるんですよね。でも、ひょろーっとドリブルしたら、ひょろーっと返ってくるんですよ。でこういうふうに、ボールって自分が加えた力によって返ってくる力が変わるんですよね。でこういうふうに、僕たちの会話っていうのも全く同じで、ゆるーいバウンドをさせるような、ゆるーいドリブルのつき方をしたら、やっぱりゆるーく返ってくるのと同じで、会話も適当に聞いたら、やっぱ相手も適当に聞いてくるんですよ。で、逆にしっかりとバーンってついたら、ドリブルついたら、バッて返ってくるんですね。相手の話っていうのも。だから、しっかりと相手の話を聞いたら、相手もしっかりと話を聞いてくれるっていうことが言えるんですよ。まあ、こういうの振り子の原則とか言ったりもしますけども、こういうふうに、僕たちって自分が加えた力によって、返ってくるものの質っていうものが変わっているわけなんですね。だから、適当に話を聞く人は、適当にしか話を聞いてもらえないっていうことなんですよ。やっぱり自分の話を聞いてくれない人の話なんて聞きたくないじゃないですか。例えば友達に対して自分が失恋の話をしようとしたとしましょう。じゃあもうこの間たかしくんにこんな一方的な振られ方して LINE も電話も出てくれないんだよ、返事くれないんだよ、もうほんとひどいよね。すると相手の女の子が、そうなんだ、それよりさ、新作のスタバのあのカプチーノ飲みたくないみたいな話をされたら、ってなると思うんですよね。もっと話聞いてほしいわ。思うから、そのカプチーノの話もあんまり聞かなくなるんですよ。でも、逆に、いや、この間、もう、たかしくんに振られて、LINE も電話も出てくれなくて、マジで？それすごいひどいよね。具体的にどういう感じで LINE 送ってるの？いや、もう一度会って話したいって言っただけなんだけど、そんなのも答えてくれないの？もうほんと最低だね。もう次行っちゃいなよ、次。しっかりと、そういう話の聞き方をしてくれたら、多分その後にカプチーノの話をされたら、話しっかりと聞くと思うんですよね。こういうふうに、人って普段から自分がどれだけ相手の話を真剣に聞いているかで、相手が受け取ってくれるかどうかっていうのは変わってきているんですね。だから相手の話にどれだけ耳を傾けられているかっていうのは非常に大切なわけです。なのでとにかく聞くことに徹していてほしいんですよ。多くの場合コミュニケーションがうまくいくから聞いた方がいいんでしょって思うわけなんですけども、そうではなくて、しっかりと相手の言葉を受け取ろう、相手の言葉をしっかりと自分の中に刻もうっていうぐらいの意識で相手の話を聞くっていうのが大事なんですよ。つまり聞くことに徹するっていうことが大事なんですね。多くの場合、相手の話を聞きながらも他のことしちゃったりとか、他のことを考えちゃったりだとか、スマートフォンいじっちゃったりだとかってしちゃうわけですよ。で、そういうことをするのではなくて、相手の話を真剣に他のことを考えずに徹底して聞くっていうことを意識してほしいんですね。これを意識するだけで、本当に自分の話も相手が聞いてくれるようになるし、あ、この人本当に聞いてくれているんだなっていうのはやっぱ伝わっていくんですよね、相手に。なので、相手の話を真剣に徹底して聞くっていうことをね、意識してみてください。これが本当に会話の極意になってくる部分でもあるので、相手の話は徹底して聞く。ぜひ意識してみましょう。で、まあこういうふうに、コミュニケーションっていうのは、話すことよりも、聞くことの方が大事だし、とか、自分がまず、
何かをしてもらうよりもするのが先だしとかっていう風な、まあ、正しい順序みたいなものがあるんですよね。でこういった順序っていうものをしっかりと守れている人ってコミュニケーションで滑りにくいんですよ。なのでこういったね順序から徹底して先にこれした方がいいよとか、恋愛の場面ではこういった順序で行った方がいいよとかっていう部分をしっかりとロジカル的にね説明していっているのが僕のメールコミュニティになるので、もしよかったらねこの動画の概要欄にあるメールコミュニティ参加っていうところから参加してもらえたらなというふうに思います。で、まあ、そちら参加していただくとね、まあ、概要欄にも、プレゼントみたいなこと書いてると思うんですけども、そういったプレゼントも同時に受け取れるようになってて、ぼっち予防セミナーっていうね、嫌われる人の特徴を直して好かれる人の特徴に変えていくっていうようなことを話したセミナーとか、そういったものをプレゼントさせていただいているので、まあ、同時にね、受け取ってもらえたらなというふうに思います。で、毎日こんな感じで動画もアップしていてるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。